シャンギは、朝鮮半島の将棋類であり、二人で行う、ボードゲームの一種である。朝鮮将棋とも言う。中華人民共和国吉林省では、非物質文化遺産に指定されている。他の将棋類と同様、紀元前の古代インドで考案されたチャトランガが起源で、あるとも言われており、シャンティーによく似ているが、なりによる駒の昇格がない、パスができるなどの特徴を持つ。 海洋軍時代に数多くの漢族が朝鮮半島に移住してきて、祖官戦争を題材にとった将棋を広めたという説が広まっている。朝鮮民族がこれを自分たちにあった将棋に改良して、現在のチャンギに発展させたという。一方、チャンギが、は北富与より前に朝鮮半島で作られており、白木と東の連合軍によって高句麗が滅亡した後、 中国に伝わったと主張するものもあるが、定説とは認められていない。また、紀元前2世紀頃、インドから始め、東洋に伝播され、チャンギになって西洋に伝播され、ジスになったという説もある。中国の僧の時代に、高ーに伝わった後、変化していき、現在の形に至ったという説もある。しかし、チャンギの祖先であるインドのチャトランガが発生したと、されるのが6世紀であり、 中国に伝来した時期を発生期頃とするのが定説であるため、将棋の朝鮮半島伝来を男四軍頃とする主張は納得しがたい。金不食による三国式に最初に、ちゃんぎに関する記載が現れる。三国式によれば、くダラの外郎と僧の道林が囲碁を打ったことが書かれている中で、外郎が爆撃、すなわち囲碁と将棋を楽しんだという言葉が出てくる。しかし、 この爆撃は今日の将棋を言うのではなく単に様々なボードゲームを指す用語である可能性が高い。また除去性による筆演雑記には朝鮮王、清掃の重心、金石帝と金霊門が将棋対局をしたと記載されている。清掃実録にもまた将棋という名称で将棋にまつわる話が紹介される。 中層王の時代の分身地守る喜びによる喧嘩雑録に初めて正気という言葉が出てくる。正気王者法は増資卒、行きまり、しかも国事はめいろどり、改善消費の疑なり。この他にも戦争王の時代の超田しによる警告集第三巻雑七76数増、市では将棋の定義と将棋盤の道、駒の役割、駒の場所、 駒の動き、勝敗と理論について衝述されている。記録に残っているチャンギの名手としては、色小録に伝わる、金剛山白ターンの里市和尾大師や、大谷丹に紹介された西川霊が特に有名である。路上でチャンギを楽しむ人々上下が平らな正八角形に、切った木片の片面に文字を書いたものを用いる。先手と後手の駒は、文字の色で区別し、 先手のコマは緑、コテは赤の文字で書かれている。ン、ソが最も大きく、イ、ソ卒が最も小さい。他はその中間の大きさになっている。初期配置図、編集これは初期配置の一例である。象と馬の配置は入れ替えることができ、ゲーム開始時に決められる。先にコテが配置を決め、それを受けて先手が配置を決める。 片側に、像2枚、馬2枚にはできない。したがって、初期配置はプレイヤーごとに4通りあり、左から像場像場と並ぶ形を、左像を配置、馬像場像と並ぶ形を、右像配置、馬像像場を内像配置、像場場像を、外像配置という。上の図は先手が、外像配置、後手が内像配置の場合である。なお、北朝鮮ではこれに加えて、 車の配置も入れ替えて、造馬車車馬造のようにすることもでき、これを、機動車といい、機動車も含めて5通りとなる。シャンチーと違い側はない。斜め線の入っている旧素地を宮といい、素、観、死は、宮から出られない。素、観、編集線手が、素、ご手が観。または、陣営を区別せず進む、王、宮とも呼ぶ。宮の中を線に沿って一路進める。 ただし、宮から出ることはできない。詰められると負けである。死、編集戦手、後手共に死。そう漢と同じ動きを持つ。死も宮から出ることはできない。馬、編集戦手、後手共に馬。八方、桂やナイトと同じ動きだが、駒を飛び越えることはできない。すなわちの位置に、他の駒があれば、その方向には進めない。このように、 コマの移動を妨げるを、ョクという。シャンチーの馬と同じ動き。象編集戦手、後手共に象縦横に一路進んでから斜めに二筋進む動きをする。コマを飛び越えることはできない。すなわちの位置に他のコマがあれば、その方向には進めない。車、編集戦手、後手共に車。縦横に何時でも進める。また宮の中では線に沿って、 斜めに進むこともできる。方、編集先手、後手ともに包み。縦横に何時でも進め、宮の中では線に沿って斜めに進むこともできるが、動かすときは必ず他の駒を一つ飛び越えなければならない。相手の駒も飛び越えられるが、包みは包みを飛び越せず、包みを包みで取ることもできない。卒、兵、編集先手が卒、後手が兵。 人営を区別せずには卒と呼ぶ。前と横に一路だけ進める。また宮の中では線に沿って斜め前に一路進むこともできる。チャンギの座標かつて座標の表記には横線を関数字で縦線をアラビア数字で表記していた。しかしこのような方式の座標表記は使うのに非常に不便なため改定された。現在の大韓チャンギ協会の改定版で 使われているチャンギの座標表記法は、すべてをアラビア数字で表記する。横線は、上から下へ H、9、0で表され、縦線は、左から右へ H、9で表される。横線と縦線の交点は、横線を先に、縦線を後に読む。例えばスワイトカンのミヤが最初に置かれる、座標位置は、それぞれ95と25である。寄付を作成するときは、 駒が動く前の座標、駒の名前、動いた後の座標を順に記す。例えば、03にある馬が84に動くときには、03、馬84と表記する。大きく勝負性と点数性がある。残り駒が少なくなり、お互いに相手の章を詰ますことができないと合意した場合、連続パス、ピッチャン群の成立、千日手の成立で引き分けとなる。大会の場合、 引き分けはなく点数制による判定へ移る。勝ち負けをつける必要があるトーナメントなどの公式対局ではチャンギ協会で定められた点数制方式を使用している。相対局時間が終了した時に勝負がつかなかった場合、それぞれ宮を除く残りの着物のが算点数を計算して点数が多い対局者を勝利とする。各コマの点数は以下の通りである。 後手の場合一点五点が加算されるので、初期点数の合計は七十三点、五点、先手は七十二点になる。点数制方式では、駒を一個でも片方が取った場合、対局序盤からピッチャン軍を狙うことがある。ピッチャン軍が成立すると、すぐに駒の点数勝負となる。先日では、それぞれの残り駒点数が、どちらも三十点未満の場合の見さすことが可能であり、 その場合点数による判定へ移る。互いに小三のなど相手を詰ますことができないまで駒が減ったり、相対局時間が終了した場合でも、残りの駒の合計点数で勝敗を決める。婦人を分ける方は大きく二つで、二分法と五分法がある。しかし、この二つの方法では、天宮夫人のような特殊な婦人を全て説明することはできないという限界がある。 二分法は、宮城の面にどの駒が配置するかによって、二つの形態を区別される。面像婦人面に像を配置する。面法婦人面に包みを配置する。円王馬、バ木馬、両木馬、両木像の四種類がある。木は朝鮮語で、耳の井で角だったものの縁、この場合は、宮の右上と左上を指す。五分法は、利正広氏や林催民をはじめとする。 チャンギ騎士を中心に研究されて確立されたいつつの夫人である。この夫人は様々な書籍や役伝を介して1950年代後半に初めて確立された。競技人口は推定700万人で、将棋類ではチェス、シャンチー、将棋に次ぐ世界第4位と言われている。韓国ではプロ騎士の法人として大韓チャンギ協会と 大韓チャンギ連盟が団員を認定している。国際大会では、大韓チャンギ協会が、安住根西儀教100周年を記念して2009年10月に、中国ハルビン市で、第1回世界人、チャンギ大会を開催し、2016年にも、第2回世界人、チャンギ大会を、中国部巡視で開催している。兵、卒が、敵陣の一番奥まで前進したと同時に、 自分のそれまでに死んだ駒のどれかと入れ替えることができる。これは、将棋のなり、チェスのプロモーションに似たルールである。朝鮮語の慣用句は直訳すると、車と包みを取り除くとなり、車と包みは、チャンギにおいて重要な駒なので、日本語の飛車格落ちに近い、スポーツなどで主力となるものを書いている様子を表す意味となる。ありがとうございます。